はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。もうすぐね、夕方の6時になろうとしています。3月12日、土曜日でございまして、千代田区17度、この部屋の中20度ですね。暖房してません。はい、今日は暖かいですね。ジャンバーいらんぐらいですね、ほんまにね。さて、時事.comにこんなん載ってまして、今日の13時33分、ロシア人客リゾートで立ち往生、帰国も支払いもできずタイという。ちょっと読んでいきましょうか。バンコク時事。タイ南部のリゾート地プーケットでロシアからの観光客が帰国できず立ち往生している。ウクライナ情勢の影響でロシアに戻る直行便の運航が停止されたためで、プーケット観光協会によると3000から3500人が足止めされている。結構いますね。これどうしてはんやろうね。タイ政府が新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、停止していた観光客の隔離なし受け入れを2月に再開後、ロシア国別で最多の渡航者を送り出していた。これ多分ね、ロシアの富裕層ですね。ロシア人ってそんなにね、そのリッチではないんですよ。日本人よりもリッチではないんですよ。なんで、タイに行けるとかって行く人って、まあかなりのお金持ちちゃうんかなと。ところが、ウクライナ侵攻に対する制裁で航空便が制限され、ロシア航空各社は今月上旬からタイ便を欠航している。米クレジットカード大手がロシア業務を停止したため、ロシア人客は現地で宿泊費などの支払いもできない状態だ。困るやん、それ、ホテルが。どないすんのって。プーケット観光協会のプムキット会長は取材に、ロシア当局と帰国用チャーター機の運航を調整していると説明。ロシア人客の支払いに関しては、タイの銀行と代替措置を検討していることを明らかにした。しかし、これね、これもしかして、これ今後ちょっとした問題になるかもわかりませんね。まず3000から3500人ということは、1便って200人ちょいしか乗せられませんから、15から20便、そうですね、20便ぐらい飛ばさんとですね、ロシアに戻れないということになりますね。で、その便っていうのはですね、空で来てですね、空で来て乗せて帰るっていうことなんで、往復料金になりますね、当然ながら。で、しかもチャーター料金になりますね。まあ、その支払いはまあまあええとしまして。で、ホテルの支払いって要は、あらゆるクレジットカード全部ダメだったでしょ。JCB までダメだったでしょ。どうするんでしょうね。で、しかもロシア人ってルーブルしか持ってないでしょ、基本的には。ドルを持ってる人はね、そのドルをどっかから引っ張り出して支払えばいいんですけど、引っ張り出せるんかいなということもありますね。だから、ね、滞在すればするほどお金かかりますからね。まあ基本富裕層しか行ってないと思うんで、焦げ付くことはどうでしょうね。でも相手ロシアですからね。なんせその約束を守らない、本当のことを言わないですね、というこう伝統というか、まあ我々にはそういうイメージがかなり濃厚ですね。1945年の8月9日でですね、日ソ中立条約の有効期間内にですね、そのルールを破ってですね、満州に怒涛のごとくですね侵攻してきたのがロシアで、日本人たちはそれによって途端の苦しみを味わいました。多分数十万人の人がそれによってですね、寿命をですね全うできなかったのだろうと思います。そんだけこうひどい目に遭わせたロシアです。
で、彼らはですね、今までこう約束をこう守るよみたいなこう素振りを見せながらいつも裏切る。散々日本も戦後ソ連に煮え湯を飲まされてですね、まだ果たしてもらってない約束が山のようにあって、で今回またですねウクライナ侵攻でですね、西側の制裁を受けて、多分近々ですねロシアという国自体4月の中旬にはですねデフォルトになってしまうんじゃないかと。デフォルトというのは要は借金踏み倒しですからね。ということはもう当面ロシアという国は国際社会に復帰できないということになります。まあそれはそれでまあしゃあないんですけども、このタイのプーケットに取り残された3000から3500人のロシア人どないなんだと。いやーこれね、その本人たちも大変ですけども、その彼らを宿泊させてるホテルどうなるんやということですね。せっかくコロナが終わりそうで、この2年間ね、こう我慢を強いられたのがですね、これでもうこれから一生懸命取り戻すぜという段階でこんなことになってしまってですね、回収できればいいんですけど、あいつら払うかなという感じですね。まあまあまずもってですね、そのこの観光客たちがドルを融通できるかと。支払いに必要なドル、そんな大したことない、一人せいぜい20万もあるかないかでしょ、多分。まあ、もうちょっと言ってんのかな、富裕層から。まあ、いつまでに帰れるかってありますね。これはロシアからチャーター便を送ってもらえばですね、それはが順次帰っていけると思いますけども、まあ、あとはそのちゃんとこう借財が払えるのかと。しかし、クレジットカードが停止になるって、もうすごい威力ですね、これね。こういうところにまでですね、影響が出てくるわけですね。いや、どうなんやろうっていう感じですね。これもしかしてね、今後中国がですね、台湾に対して何かやらかした場合、同じようなことが中国に対して行われたら、世界中にいる中国人たちは銀聯カードが使えないのか。銀聯カードは使えるんか。銀聯カードの決済システムね。単独であれば使えますけどね、どこかに乗っかっていれば使えなくなりますね。例えばビザを利用しているとか、ビザ銀聯カードとかやってて実際はビザを利用しているとかね、そういうことになるとですね、使えなくなりますね。これしかしね、まあプーケットに一番業者さんおるんでしょうけども、どうでしょうね、他の国にも、まあ、もう元から観光客でなくてもですね、滞在しているという人もいますでしょうし、その人たちもロシアからの送金で生活している人たちは いきなりこうあれですね、やばくなりますね。実はその私がちょっと縁のあるですね、インドネシアのバリ島もですね、ロシア人山のようにいるんですよ。で多分あの別荘を買って、ビラを買ってですね、住んでる人もいるわけであって、彼らもですね、本来ロシアからの送金に頼ってですね、生活してるんであれば、今後それが無理やんって言われますね。だからそのビラ売って帰らなあかんやんって言われますね。どうするんでしょう。バリ島のビラの売り物いっぱい出るんちゃうかなと。チャーンスって感じですけどね。ちょっとね、コロナでね、バリ島の不動産価格下がってるらしいんですよ。それが今後、まあ、今回のウクライナを受けてですね、ロシア人所有の別荘がだいぶ売り出されるんちゃうかなという気がしますね。だから価格も軟化するでしょうから、もしかしたら今これから買うのはですねチャンスですけども、いまだに日本人はですねインドネシアに入国しにくいんですね。しにくいから、リモートで買うしかないですね。でもこっちからねリモートだとお金を送るとね、お金送ったのがね記憶に残るんですよ。それでちょっとやばいなと思ってる人いっぱいいますからね。あ、ちゃんと現金持ってて買う人いましたからね。ちょっとやめてえな、何千万も現金持ってくるのという感じがしましたけど、送金するのはできますけどね。ただ今はうるさいですから、国際送金の場合。あれです。かなりやばいです。現金持ってくるとやばいですし、まあ、送金してね、ちゃんと申告をすればそれはそれでいいんですけど、しない人が結構いますから、そんなんは知らんでって、責任持てへんでという話で、それは個人の問題ですからね。はい。
ということでですね、そのこのあれですね、時事ドットコムのページ貼っております。今全部私読んでしまいましたけども、これちょっとこの後長引きそうな、つまり、解決が難しそうな感じになってますね。でロシアの人々がこういう問題に対してパッパッパーとこう誠意を持ってですね、ちゃんちゃんちゃんとやってくれるというイメージがないだけにですね、どうなりなんやろうと、プーケットの人大変やんという気がいたしますね。これなんでこの人たちを何かするわけにいきませんからね、人権問題もありますから。はい、ということで貼っておきます。どうもありがとうございました。